アルマズ・アヤナ・エヴァは、エチオピアの女性陸上競技選手。専門は長距離走であり、3000メートル、5000メートル、1万メートルに出場している。なお、アヤナと同郷の現中距離走選手である、ソレサフィダは、夫にあたる。アヤナは、エチオピアの山岳地帯にある、小さな村の貧しい家庭に生まれ育った。コーヒー園で働きながら林を走って、練習してきたという。 2010年、アヤナは3000メートル障害で9分22秒51という当時の世界ジュニア記録を樹立している。以後3000メートル障害では記録が停滞していたが2011年から5000メートルに挑戦し、2013年の IAF ダイヤモンドリーグ第9戦ミーティングあればにて、ティルネシュディババ、メセレトデファー、ビビアン・チェルイオット、リリア・ショブホは、 エルバン・アベーレゲスセに次ぐ世界歴第6位となる14分25秒84をマークして準優勝した。アヤナは同年8月にロシア・モスクワで開かれた世界選手権では5000メートルに出場し14分51秒33で銅メダルを獲得した。2015年に中国・北京で開かれた世界選手権では5000メートルで金メダルを獲得した。 2016年6月にオランダヘンゲローで開催されたエチオピア代表選考レースにおいてアヤナは今季世界最高記録かつ歴代8位の30分07秒00で優勝。それまでメシェルト・デファーやティルネシュ・ディババの独壇場だったエチオピア長距離界に風穴を開けた。8月12日にブラジルで開催されたリオデジャネイロオリンピックの1万メートルにて 中国の王軍霞の世界記録を23年ぶりに更新する29分17秒45の世界記録で金メダルに輝いた。リオデジャネイロオリンピックではドーピング問題に揺れ、かつて王軍霞の記録にドーピング疑惑があったため、ドーピングはしていないかという記者からの問いかけがなされ、あやなは私のドーピングはトレーニングと神様よ、と答え潔白であることを宣言した。 ありがとうございます。